横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ、この一戦をお送りいたします。ベイスターズの先発は左の浜口、対するジャイアンツの先発は左の今村、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。左の今村、マウンドに上がりました。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。1回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは梶谷。第9球投げた、初球を打った、センター前進、センター前のヒットになります。梶谷、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9球流し打ち、どうだ、あっと取れない、ボールは中継、梶谷三塁でストップ。オースティン、ナイスバッティングです。ジャイアンツ先制のピンチを迎えます。第2球投げた、打ちました、三遊間の打球抜けた、ボールは中継、ベイスターズまずは1点先制、1対0。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、佐野。第3球を投げた、見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。フォーク、空振り三振。さあ、追加点を与えたくない場面でバッターは宮崎。第2球、2球目ストライク、さあ2ストライクと追い込んだ、外れた、ボール、投げました、内角低め、見逃し三振。さあ次の投球、見送ってストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ、投げました、打ちました、センター方向に持っていきましたが掴んで、これで3アウトになります。1回の裏が終わりまして1対0、ジャイアンツ先制点を奪われています。2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは戸柱。第5球投げました、変化球、空振り三振。右バッターボックスには大和。第5球投げました、インコース引っ張った、ファールボール、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。第9球投げました、ストライク。第2球投げた、2球目ストライク、軽く追い込んでまいりました、投げた、空振り三振。今村、この回見事な投球でした。2回が終了しまして1対0です。ベイスターズ、この回1番からの好打順になります。左バッターボックスはトップバッターの梶谷。決まった、ストライク、初球ストライクから。第2球投げた、危ない球、投球は3球目、投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、これは内野ゴロ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番オースティン。第4球は外角低めいっぱい、見逃し三振。投げた、3球目ストライク、追い込んでいます。投げました、フォーク、空振り三振、2者連続三振になりました。今村、上位打線を三者凡退に仕留めています。3回の裏が終わりまして1対0です。4回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは佐野。今日の第1打席、変化球、空振り三振、3者連続三振。第1球投げました、低めのボール引っ掛けた、岡本下がっていった、あっとラッキーなヒットになった、宮崎、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。第1球投げました、初球見送ってストライク。第2球投げました、アウトコース低めストライク。第3球を投げました、完全に外れた、ボール。第4球を投げた、フォークボール見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった。第4球を投げた、見送ってボール。第5球投げた、見送ってストライク。第6球をランナースタートを切った、三振。
今村いい投球を見せました。4回の裏が終わりまして1対1です。5回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは大和。投げた、打ちました、ファースト真正面、大城一塁ベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー浜口。第3球打った、ファール。さあ4球目、インコース低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。第1球投げた、外角低めいっぱいストライク、まずは入れてきました。投げました、2球目ストライク、もう追い込んでいます。投げました、空振り三振、ボール球で仕留めました今村。最後は空振り三振で打ち取りました。前半が終わりまして1対1です。ベイスターズ、この回は2番からの好打順。先頭バッターはオースティン。内角低めボール。第4球を投げました、打ちました、ショート右への打球、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは3番ロペス。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、打った、引っ張った、ヒット。ロペスナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。投げた、低め外れてボール。第4球を投げた、落ちる球、見逃し三振。バッターは5番宮崎、今日3打席目。第1球投げた、初球から打ってった、これはピッチャー正面、アウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナーロペス残塁に終わりました。中盤まで終了しまして1対1です。痛恨のサヨナラ負け、ジャイアンツ敗れました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。